皆さんこんにちは、マッキーです。世の中は空前のサバイバルゲームブーム。ただですね、銃を持っているけど遊び方がわからないという方も多いんじゃないでしょうか。そこで今回はこの動画を見て楽しくサバイバルゲームをプレイしてくださいね。まずゲームに使うのはエアソフトガンと言われるおもちゃの銃。6ミリの BB 弾と言われるプラスチックの弾が出るんですが、知らない人に向けて撃つと傷害罪で逮捕されちゃうんですね。それを合法的に撃ち合うのは、まあ言っちゃえばですね、ボクシングなどの格闘技と同じということなんですね。ただ格闘技などと違うのは体力や経験に関係なく、引き金を引く力さえあれば相手に与えるダメージは同じということなんです。目に当たれば失明したりもするし、歯に当たれば歯が折れることだってあります。まず最初に銃の安全な使い方から始めますか。ルールその1、銃は常に弾が出るものと思うべし。ルールその2、銃口が向いている方向を常に意識すべし。ルールその3、普段は人差し指を伸ばしておくべし。実はこれが一番重要な銃の持ち方。グリップを持った時、人差し指は伸ばしておいてください。トリガーに指をかけるのは実際に弾を発射する瞬間だけです。トリガーに指をかけるのはもちろんダメなんですが、全部の指でグリップを持ったり、こんな風に重心を持ったりするのも間違いです。必ず指を伸ばしてグリップを握ってください。では安全のための3箇条おさらいです。ルールその1、銃は常に弾が出るものと思うべし。ルールその2、銃口が向いている方向を常に意識すべし。ルールその3、普段は人差し指を伸ばしておくべし。気づきましたか？今まで僕は皆さんに一度も銃口を向けてないんですね。次に銃の基本的な構え方です。まずは撃つ方向を指さしてください。そこに銃を乗せるというイメージですね。この時に重心と腕の線が一直線になる、そんなイメージですね。次に左手、手のひらをグリップに押し付けて右手をくるむように握ってください。もちろん左利きの方は逆になるということなんですね。こんな感じかな。銃を構えた時に右足を引いた方が状態が安定しやすくなります。まあでも両方ね、普通に広げても大丈夫です。で、狙う時なんですが、目の高さまで銃を上げる。そして両目で相手を探す。片目をつぶるとなかなか相手を探せないんですね。ということは負けやすくなるということなんですね。どうでしょう皆さん、分かりましたか？実際に打ってみましょう。